国民政府とは大陸時代の中華民国における中国国民党による政府のことである。略称は国府、原首は主席。ただし日本と中国では一般的な国民政府の定義にそれぞれ差異がある。国民政府という呼び名は政府の所在地を関して使われることが多い。従って国民政府と呼ばれるものは複数あるが主たるものは以下の通りである。 1950年までの中華民国は常に政治的に混乱しており、それを反映して一時的に二つの国民政府が並立することもあった。今日の中華民国政府を基準に考えると、中華民国の歴史において、以下の国民政府が正当な国民政府ということになる。ただし、以下の中華民国正式政府と、関東大元水府は通常、 国民政府の定義に含まないが、中国国民党による政権であり、国民政府の前身となったことを考慮して記載した。中華民国正式政府、孫文による政権、関東大元水府の前身。国民政府を名乗ったわけではないが、中国国民党による政府ということを考慮した。関東大元水府、孫文による政権、国民政府を名乗ったわけではない。 記載流動上、公衆国民政府の前身となる。成立時の大減衰、尊文通常、正当な国民政府とは、以下の国民政府を指す。公衆国民政府1925年の1926年武漢、国民政府1926年の1927年南京国民政府1927年の1996年、 南京国民政府の小解析政権は1947年施行の中華民国憲法に基づいて政府組織を改編し国民政府を中華民国総統府としたそのため中国ではこれ以降の国民政府を憲法に基づいた正当な政府として中華民国政府と呼称しているなお中華民国支持者は1949年以降も 今日に至るまで中華民国政府が存続していると主張している。台湾における中華民国の存在を認めない中華人民共和国は中華民国政府を台湾当局と呼んでいる。1932年1月、南京に新国民政府が成立し、行政委員長に王政英が就任した直後に落与への戦闘を宣言し、以降、四期に中前会などを 落葉で言った。同年12月には南京へ遷と、落葉に政府が存在したのが一時的であったこともあり、落葉国民政府という呼び方は通常なされない。中華民国の歴史において、その他の国民政府とは上記の正当な国民政府以外の国民政府を指す。これらは当時の政治的な混乱を背景として、 正当な国民政府と並立しながら一時的に存在していた。1927年武漢国民政府1930年北平国民政府1931年公衆国民政府1940年王朝明政権中国国民党は中国共産党との国境合作を経て1926年以後蒋介石の指導のもとに北伐を行って 軍閥政権との戦いを続けた。だが、急激な勢力拡大と共産党勢力の浸透は、反響的な小解石の支持者や経済界の不満を抱かせた。そこで、1927年4月上海クルデターを起こして、共産党勢力や労働組合の粛清を図り、同年4月18日南京に南京国民政府を樹立した。 小介席はこれに反対する武漢国民政府を屈服させ、1928年6月には軍閥政府の根拠地である北京を陥落させた。1928年10月、小介席は全国統一を受けて国民政府主席に就任し、軍政綱領と国民政府組織法を定めた。これは伊藤治国と行政、司法、立法、公使、 観察の誤陰性を定めたものであった。だが、翌年以後、蒋介石の方針に反対する勢力と、ホナイフンが勃発し、1931年5月には、公衆国民政府が成立して、蒋介石を脅かした。だが、同年の満州事変の勃発が、若い機運を生み出し、1932年1月には、南京国民政府は、統一を回復した。 蒋介石は主席の地位を林森に譲って、自らは軍事委員長に転じ、行政委員長に王朝名を擁立したが、実権は蒋介石が掌握していた。南京国民政府成立後最初の10年は、第一次上海事変の影響で一時落葉に、疎開したほかは南京にあり、関税自主権の回復や、配良改元などの平成改革や、 鉄道網整備などの経済基盤を確立して、都市の資本家や中間層の支持を固め、列強から認められる安定政権の確立に成功した。だが、内実は、農村部における共産党勢力の浸透は重大な脅威とされ、日本の侵略に対する自国の国際的信頼の低さから、先安内後場外路線を打ち出して、国内各層の反感を買った。その後、 西安事件を機に、紹介席は、先安内五条外路線の放棄と、国境合作の復活を余儀なくされる。1937年7月に始まった、日中戦争は、12月13日に、首都南京の陥落を招き、政府は武漢、ついで重慶への疎開を余儀なくされた。この間国民賛成会、国防最高委員会を組織して、 小解析に全国陸海空軍統帥権を付与するなど、抗日戦争を指揮する体制を整備し、連合国から違い保権回復や軍事、経済援助を受けるなどの支援策を受け、1943年10月には小解析を再び政府主席とした。だが、王朝明の離反と支持基盤である東部の喪失、急速な財政悪化と物資不足、 国民党と共産党との反目と事実上の内戦再開など、統治の不安定要素も増加していった。1945年9月2日のポツダム宣言調印を機に首都南京を回復した小解石政権は10月15日に GHQ の命令を受けて台湾に進駐し、10月25日に降伏式典によって台湾を編入した。石は 国境内戦を開始する一方、1946年の政権国民大会で成立した中華民国憲法を1947年1月に交付、1948年3月には第1期国民大会が招集された。これをもって訓生及び国民政府制度の終了と立憲民主政府による牽制確立が宣言され、 蒋介石が新設の中華民国総統、理想人が副総統に選出された。だが、内戦に不利とそれに伴う経済危機克服のためにほどなく、事実上の軍政に突入し、実態は国民政府時代と大きな違いはなかった。やがて、1949年1月21日に、蒋介石は総統辞任と理想人への異常を決断、4日後に、 政府の公衆移転を決断して南京国民政府はここに崩壊した。1949年4月23日に中国人民解放軍が南京を占領10月1日に中華人民共和国が成立すると共産党による中国大陸支配が始まった。これを受けて2ヶ月後の12月7日に中華民国政府は台北への疎開を決定した。 ここに挙げる国民政府主席一覧は今日の中華民国政府を基準として正当な国民政府とされる国民政府の主席を挙げている。その他の国民政府についてはそれぞれの項目を参照のこと。なお国民政府の主席は全員が中国国民党の党員である。ありがとうございます。